吉田友発見動画チャンネルの吉田友です。ここは町田駅の JR と小田急を結びますペデスタンデッキです。夕方の時間で非常に多くの通勤通学者の皆さんが通行するところです。ところで今日はこの運動者の皆さん、サラリーマンの皆さんのボーナスが 19% 以上、20% 近く減少すると、夏のボーナスが減少するというニュースがありました。非常にこの働く皆さん方にとって厳しい時ですが、一方でこのボーナスが全く出ない、あるいはもっとそもそも仕事を失ったという皆さんがこの間大勢発生をしております。そうした厳しい世の中全体の厳しさの中でこの経済が進もうとしておりますが、一刻も早く立ち直りますよう祈るものであります。私自身はご承知の通り、もう2年以上この非常に厳しく極寒の中で生活をしておりますので、この厳しさというものはずっと以前から経験をしていることですが、この今この厳しさを耐えている皆さん方が一刻も早く少しでも苦しみが減りますようご祈念申し上げまして、明日のペデスタンデッキから終わります。以上です。